中山昭園古墳は、兵庫県宝塚市中山昭園にある古墳。形状は、八角墳。国の史跡に指定されている。墳丘から西雪平野を望む発掘調査時の、様子兵庫県東部、長尾山丘陵,陵西部の丘陵から南に伸びる、尾根の先端部に築造された古墳である。1982年に古墳として発見され、 1983から1984年に発掘調査が実施されている。墳景は八角形で、対角長は約13メートル、高さ約2.6メートルを測る。墳球周囲には八角形の外護列石が各辺2列巡らされるほか、墳球南側の前底部には祭壇と見られるテラス状施設が構築されている。主体部の埋葬施設は、 小型の横穴式石室で南方向に開口する。石室内で副葬品は検出されていない。この中山昭園古墳は古墳時代終末期の7世紀中央頃の築造と推定される。八角墳は段の塚古墳、五秒や古墳、野口応募古墳など、当時の天皇陵クラスの古墳で採用されているが、各地の地方豪族クラスの古墳では主に宝墳が、 採用されており、当地の豪族の特異性を示す点で重要視される古墳である。被葬者は明らかでないが、付近のメフ神社の法祭氏族として、物延氏一族の若いえ氏が知られており、関連性が指摘される。古墳域は1999年に国の史跡に指定された。現在では史跡整備の上で公開されている。 石室主体部の埋葬施設としては、横穴式石室が構築されており、南方向に開口する。原質と沿道が連続せず、沿道の一部が原質に入り込む得意な構造である。石室の原質の規模は、長さ3.24メートル、幅約1.3メートル、高さ1.3メートルを測る。石材は、業界岩で、奥壁は一国、側壁は割り湿みであり、 天井石としては三枚を貸す。床面には小石が敷き詰められている。石室の中央部に石が残存することから単体埋葬と推定される。発掘調査においてこの石室内から副葬品は検出されておらず、わずかに鉄釘1一本、末期片、弾き片のみが認められている。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。